欲望という名の電車に乗って。ストーリー、中山幸子。出演、遠藤守也。欲望という名の電車に乗って墓場に乗り換え、というセリフから始まるテネシー・ウィリアムズの戯曲はニューオーリンズを舞台にしている。欲望ストリートという道路が本当にあって、そこを走る電車の表示板に欲望と記されていた。テネシー・ウィリアムズがこの戯曲を書いた頃は電車だったが、蒸気で走ったりロバが引いた時代もあったそうだ。ニューオーリンズはその土地の 70% が海抜ゼロメートル地帯で、周りを湿地に囲まれている。大体がジメジメと暑い気候で嫌な匂いもする。3センチ足らずの雨が降ると水害が起きる。台風が来ようものならえらいことになる。昔は夏が来ると疫病が流行り、湿った墓場と呼ばれた。過去1年以内に移住したアメリカ人の3分の1が死んだ年があった。ヨーロッパから来た人々がほとんど死んだ夏もあった。あまりに死が身近にあったので、ニューオーリンズでは死ぬことは生きることからの解放と考えるようになった。低賃金の生活苦から解放され、疫病の心配からも解放され、死んでめでたしめでたしというわけだ。葬式はだんだん盛大になった。ジャズを演奏しながらパレードをする。まるでカーニバルだ。その一方で、死人を埋葬しても洪水になるとプカプカ浮かんでどこかへ流されてしまったりもした。まあ仕方がない、そういう街なのだ。欲望という名の電車にはメキシコ人の花売りが登場する。フローレス、フローレス、フローレス、パラロスモイタス。死者に手向けるお花はいかが。そのスペイン語を聞くと、ニューオーリンズはメキシコ人が母国語で商売ができるくらい移民が多いのだなと思う。ところで、メキシコの死者に捧げる花はマリーゴールドで、死者を導く花と言われる。コスモスと同じキク科の花で、コスモスと共にメキシコ原産だが、ニューオーリンズの花売りが売るのはケバケバしい造花だ。フロレス、パラロスモイタス、フロレス、パラロスモイタス。低所得者が住むこの区画では、本物の花を買う余裕のある人がいないのかもしれない。ニューオーリンズの狂気のような暑さが花を枯らしてしまうのかもしれない。フロレス、パラロスモエタス。欲望という電車に乗って墓場に乗り換え、天国通りに行くと、テネシー・ウィリアムズが戯曲を執筆した家があるそうだ。